社会復帰を中心に話をしたいなと思っています。で、結構昔話の中にいろんな、うつとか、いろんな病気もそこにね、見え隠れする話はあるんですけど、結構参考になる話がいっぱいあります。で、よくここで持ち出すので3年寝たろうという話でね、ある若い人が3年間ずっと家の中で寝っぱなしになってたというね。で、そうするとその3年経ったらにわかに起き出して、それなりに仕事について頑張ってたところにですね、村の何か災いのあるようなことがあったときに、もう率先して実は村を守る役をその人がしましたという。で、そこまでがストーリーらしいんですね。で、3年寝たろうっていう中の題名だけがあって、3年間も長く寝てた人がいるんだってみたいな話になってるんですけど、で、それは多分今の考え方で言うと鬱だったんじゃないかなと思うんですね。で、今社会復帰するのに1ヶ月休んだら会社に戻って、で、皆さん一生懸命頑張るわけですけども、で、頑張ってるうちに周りももう大丈夫だろうって、2ヶ月か3ヶ月したら周りもそういう気分になってくると。で、本人はもう辛い中ひたすら我慢してこらえてやってると。そうするといつもよく話すように復帰した人の8割ぐらいは1年間のうちにダウンしてまた潰れていけなくなっちゃうっていうことよくあることなんですね。で、うつうってね、やはりかなり長い時間かけないとですね、本格的に動けるようにならないんですね。だから3年寝たろうというのはね、まんざらその長すぎるものでもなくて、昔みたいにこう治療のことはよくわからない時代にですね、ただただ寝るだけで治すとしたら、3年ぐらいかかるかもしれないなというふうに思っています。 でも大したもんですよね。3年で自分で治して、で、その後仕事ついて、で、きっと優しい人だったんでしょうね。村の人に役立つようにでも頑張ったという話ですからね。で、そういう話でですね、じゃあ今どうするんですかということになると、一つはその3年間寝続けるというのも回復のいいお手本ではあると思うんですけど、今の時代3年間も寝てれるかという話なんですよね。で、時代の動きも早いですし、それからいろんな新しいものの考え方もありますから、もっといい方法はないかということで、今日はその話をちょっとしたいと思います。で、それは別にうつに限らずですね、家の中にしばらくいる、いろんな理由でいる人たちですよね。で、そういう人たちがですね、仕事に戻るまでどうやってパワーアップしていけばいいかという おおよそのね、その流れを今日お話したいなと。で、個人差がいろいろありますし、その治療の必要性もそれぞれ違うのでね、一概には言えないんですけど、ただ少なくともその治療というのはその人のね、自然治癒力といって自分の中にある自然に治す力をね、やっぱり使うっていうのが基本なので、そういう意味ではどんな病気でも相通ずるところがあるかなというふうに思います。だから治療を受けている方はその治療のに従ってですね、ある程度従って今日お話すようなことを使っていただけるといいかなというふうに思います。で、階段ですね、よく診療の中で元は学校時代それなりに元気だったんだけど、18ぐらいからですね、家にいてですね、どうも外へ出ると変に気遣っちゃうとかね、気遣いするんで疲れて、再三は外に出たくなくなってきたと。で、どっちかというと家の中にいる方が気楽でも、家の中にいるけど将来どうするか考えたら不安みたいなんですね。そういう方結構多いですよね。で、その人たちとね、よく話をするとですね、いや人間関係もなんとかなると思うんですよと、学校時代はうまくやってたしとかね、で、仕事もちょっとついてみたんだけど、それはあんまり問題ないかと思いますっていうような話がもう飛んで帰ってきます。で、その時に意地悪な質問じゃないんですけど、じゃあ、明日からアルバイト決まって、じゃあ明日から行きましょうって言ったらどうしますって言うと、みんなうーんって黙っちゃうんですよね。で、対人関係問題ないようであれば行けますよね。で、ただね、でもそういうほとんどの人は実際行ったら続くかな、どうかななんていうことを思っているので、
どうもパワー不足だということはみんな認識してるんですよね。でも自分にそんな対人関係の問題はないというふうに思ってるんです。それからメンタルな問題もそんなないように思ってる人が多いんですよね。でもさあどうするって突きつけられたらうんってなっちゃうのはですね、これは完全にその精神的にパワー不足です。単にこう体のですねパワーがないんじゃなくてね、で精神的にメンタルなパワー不足っていうことは、別の言い方をするとですね、やっぱりうつ状態、軽いですけどうつ状態にあると。でそういうことをまず自分でよく分からなきゃいけないんですね。でそれが分からないでいるとですね、いや自分は全然問題なしだよと、至ってまともだよと、ということになると、じゃあなんで出れないのかということになると、ね、ちゃんと決めない自分が悪いんだとか、ね、決めてもいけないとしたら自分がだらしないからだとか、勇気がなさすぎるんだとか、実行力がないんだとか、昨日出ようと思ったけど今日も出るの嫌になっていると、これはその持続性がないんだとかと言ってですね、まあ、自分のことを責めていくしかないわけです。でそうじゃないんですね。やっぱりその心的エネルギーが低くなっちゃってますよということをまず分からなきゃいけません。でそれの分かり方の一番いい方法は、じゃあ明日から行けと言われたらどうしますかっていう、みんな真面目な人ですから行けと言われたら行こうとするんですよね。でもどうだろうって、でそこでうんってこう、そのハードルが超えれない人は、そのハードルを超える心的エネルギー不足してますよっていうところから、まず自己認識を、自分の認識をしてもらいたいっていうことですね。でじゃあ今どれぐらいにいるのかなっていう話をするわけですけども、まずですね、まあ、社会から、極端に家の中にこうそれでいるときというのは不安とかですね、そういうものも強くて、十分睡眠が取れないですよね。だからそういう、まず睡眠が取れなきゃまずいですよね。まあ、これは昼夜逆転してようが何でもいいです。で昼夜逆転ってそんな病気じゃないと思えばいいので、いつも話しますけど、昼夜逆転が病気ならこの瞬間寝ているアメリカ人はみんな病気だってことになっちゃうんですよね。だからそれは単に地球の裏と思ってて、リズムが違ってるだけですから、これは病気ではない。でだから 1時間、1日にだいたい5時間以上熟睡できていればまず問題ないですね。で睡眠をちゃんと確保します。それからあと食べることですね。生活のリズムがずれちゃうと食べることって結構いい加減になっちゃいます。だこの 2つをまずねクリアしてるかどうかってことなんです。でそれがクリアできたら次の段階ですよね。で次の段階は何かというとですね、主にやっぱり生活のリズムなんですよね。で生活のリズムの中でやっぱり一番大事なのは、人間というのは日の出とともに起きて、そして日の入りとともにですね体を休めるという、そういう自律神経ホルモンの構成になってますから、もともとねそういう心的エネルギーが低いわけだから、何も無理してそれに逆らう必要はないですよね。だからできることであれば早寝早起きをちゃんとした方がいいってことですね。まあ、この早寝早起きをするには、その生活環境もいろいろありますよね。昼間起きてちょっと外に出てみようと思っても、近所の人がいっぱいいるところとか、田舎なんか行くと、もう歩いてたらどこの誰べが今日朝歩いてたぞなんていうのは噂になっちゃうなんていうところもあればですね、まあそうでないところ、環境はいろいろあるんですけども、まあやっぱり自分がなかなか社会出れないと、みんなが働いてる頃に外に出るのってあんまり好まないですよね。でそうするとどうしてもこう昼夜逆転してですね、みんなが寝てる間に活動するようなパターンにどうしてもなっちゃうと。まあ、心理的にはそういうことが必要な時もありますよね。でも少しずつ元気が出てきたらそれをやめてですね、やっぱり早く起きて早く寝るというパターンをにしてみるということです。で今度次の段階ですね。それができたらですね、次の段階というのはですね、ちょっとこう社会に対して、まあ、対応できるようにする。どういうことかというと、早寝早起きして、でパジャマを着替えなくて部屋着 で、まあ、自分の好きなことをやっていると。で宅急便のおじさんが来たら、できるだけ自分の姿がガラスに映らないようにですね、ただじーっとしているとかですね、身を潜めているという、そういう経験の人いっぱいあると思うんですね。で動いているの分かったら出るしかないですもんね。だからそうやって隠れてると、でそういうのはもう完全に社外からある意味ではシャットアウトしてるわけですから、ピンポンって来たらせめてはいって出れるぐらい、
それぐらいをまずやってみたらどうかということになると、朝起きてですね、自分の身づくろいをちゃんとするんですね。女の人なら顔を作る、男の人も、まあ、顔を作るので髭剃って歯を磨いて、頭の毛を少し直して、で部屋着を着てないでちょっとこざっぱりした服に着替えると、宅急便のおじさん来たら入って出れるようにしておくと、まあ、こういうこれをまずやっていた方がいい。でそういう身づくろいをして社会とのですね、接点を若干作れるようにしていくと、これが、次の段階ですね。身づくろいね。で今度それができたらですね、ちょっと一歩ね外に踏み出すんですよね。だからこれは一人ででいいんですよ。一人で外出をする。まあよく行くところはどうでしょう、コンビニ、近くのコンビニとか、それから本屋さん、DVD 扱っているところ、まあコーヒー飲ませるスタバ、ファミレス、まあ一人で行っても、まあ、おかしくないところですよね。でそういうところに行ってみる。お店でもいいですよ。ディスカウントストアも広いですから、いい運動になりますしね。でそういうことが少しできるようになったら、今度はですね、外で人と会うんですよね。一番簡単なのは1対1で会うのが一番簡単ですよね。昔の友達とかね、幼なじみとかね、ちょっと幼なじみの家を訪ねてみてお話をしてみるとかね。幼なじみはいいもんですよね。利害関係も小学生中学生ほとんどないですからね。ただ、まあ、中学生後半あたりから競争させられて、誰がいい学校入って誰がいい学校入らないとかですね、そういう競争をさせられた結果、そこに変な闘争心ができたりね、利害関係が少しずつできたりするんで、あまりよろしくないですけど、小学校ぐらいだと利害関係ゼロですからね。元気って、お互いに元気で生きれてるといいねみたいな仲間がいたらですね、ラッキーですよね。だからそういう人と一対一で話をしてみる。でその時に皆さん同窓会があるから、よし頑張って行ってみようとかってやるんですけど、同窓会は多勢に無勢なので、およそで行っていいことはないですね。だからまず一対一がいいってことです。でその次の段階はですね、今度は大勢対自分ですよね。これ自分ね、まあ、こういうふうなものをなんか考えてみるんですね。まあ、簡単なアルバイトに出てみるなんていうこともできればいいかもしれません。それから、まあ、こういうふうなリハビリができるような施設があればですね、そういうところで、まあ、曜日をできたら曜日を決めて、時間も決めて、でちょっとそういう時間のプレッシャーを十分に与えてですね、で行ってみるようにする。できればその方がいいです。好きな時にいつでも行きましょうって言うと、なかなか行けたもんじゃないですね。でこれで多対1というね、こういう感じで外出をするようにしてです。でそこまで行ったら、あとはですね、あとはまあ仕事とかですね、まあ勉強で 学業でもいいですよね。そんなものができるようになってくるだろうというふうに思います。でまあ、これ簡単な、まあ、言われてみるとそれは当たり前じゃんっていうあれなんですけども、実際自分がこ うまくいってない時っていうのはですね、昔うまくいってたこういう時のことを思いですね、で焦りもあってね、なかなか自分の今の現状っていうのは分からないんです。それから家族は余計分からないんです。期待がいっぱいありますから、ね、親もいつまでも若くないしって、もう多分それいっぱい聞かされるんですけど、分かってますよね。どんどん若返ったらおかしいんで年取っていくんですけど、だからそういう焦りもあるんで、どうするのみたいな、こういうせかされる形で言われちゃうとですね、まあ、実はまだね、このさっきの水黒いの話で、いや私は宅急便来ると逃げてんですよねなんていう、ね、人たち大勢いると思うんですけども、ここにいるのにですね、よしじゃあ明日からね、なんか仕事探しに行こうとか、そう思ってまあ探しに行こうとするとですね、もう一歩も外へ出れないとかで、行ってみて、まあ、面接まで受けるって、面接受けてもですね、今まで何やってたんですかみたいなこと聞かれて、でしどろもどろして帰ってくるとかですね、もうそういう体験すると、もう外へ出るの嫌、余計嫌になっちゃいますからね、出れなくなっちゃうんです。だからもうここは考えちゃいけないです。で順番に今日話したようなことをですね、階段を上っていっていただければいいなと。でその時の自分の状況によってね、
昨日はここだけども今日はここだよねっていうのがあるんですから、その日によってね、もう皆さん真面目ですから、登るってなったらもう逆戻りしちゃいけないような気がするんだけど、そんなことはないです。今の自分っていうのは大体こういう幅の中にいますよねっていう、こういうふうなね、捉え方をしてほしいです。調子いい時はここに行くけど、調子悪い時にはあんまりできないんだよねっていう、まあ、こういうふうに今の自分の現状というのをですね、思い入れをいっぱい入れて捉えるんじゃなくて、できるだけですね客観的に判断していくと。でこの階段を踏み外さないようにね、一気に大股でここまで登ろうなんてことを考えないで、でコツコツやっていくと。で一旦始めたものはキープしてですね、しっかり続けていくということですね、まあ、そこをきちっとやっていただけたらいいかなというふうに思います。ということで終わりたいと思います。